はい、どうも、こんにちは。イケケンチャンネルです。はい、今回もイケケンのお得情報をやっていきたいと思います。えー、ちょっといつもと違うスタイルでね、僕、車の中で iPad 自撮りでやってますんでね。で、あの、スマホ、スマホね、えー、撮影カメラ、スマホはオッポリの絵です。はい、ということでよろしくお願いします。あのね、イオシスさん。 はい、毎度お得なイオシスさんですけど、ちょっと、えー、気になるものがありまして、ちょっと見てみますね。それは何かと言いますと、あ、僕、お得情報だからね。お高いのは買わないんだけど、お安いので気になるのがありまして、あれちょっと待てよ。ほ、あ、これ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 。 えっとちょっとしたことがもっともっと便利になるってことで、Google ホームが大好評につき再入荷ということで、2980円で売ってるんですよ。で、まあ、中古なんだけど、B ランクね。で、特に目立つ傷がない中古品ということなんですけども、えー、皆さん、Google ホームってわかります ?Google ホームって、あのー、スマートスピーカーですね。 音声で、まあ、例えば、Google ホームだと、えー、っと、例えば、Amazon の、えー、っと、アマゾンのそのスマートスピーカーだと Alex、Alexa っ,って呼びかけてね、今日の天気はとかってそういうふうなこと言うんだけど、Google だと、まあ、OKGoogle、OK、ですよね。OKGoogle、OK、っていう、皆さんこうよく聞いたことあると思うんですけど、まあ、CM とかね、いろんなもので聞いたことあると思うんだけど、まあ、いろいろなことができるデバイスですよね。 まあ、結構近未来的な、僕も Amazon ス,スピーカー使ってますけど、えー、結構面白いですよ。うん、まあそんな中で Google ホームが2980円なんだよね、これ。安くないっすかで、これね、以前ねあの、メディアで紹介されてて、あの、春札したみたいなんですよ。瞬殺した税込み2980円の Google ホームが再入荷、イオシスって。 えで、えー、っと、ここ、あ、できないな、あのー、ここで取り上げられてみたみたいなんですけどね、10月だったかな、にも、10月だったかに、まあ一回入荷したんだけど、速攻で売り切れて、で、今またね、えー、まあ入荷再入荷されてるんですけど、僕ずっと見てて、まあ何100台再入荷されて、結構売れて、もう少しで、 終わりそうになったとした、なったときに、また300台とかね、今度、えー、っと、あ、よいしょ。在庫がね、増えてたんだけど、今、在庫がかなり確保されて400台ぐらいになってました。はい。そんな感じです。はい。で、Google ホーム、ちょっとね、ここを見てみますけど、Google ホームとは何ぞやっていうので、えー、これ、あの、Google さんのところのサイトですけど、あらゆる生活シーンをサポートっていうことで、 ちょっと見てみますけど、ハンズフリーで、OK ぐるぐると、ね、話しかけると、調べ物できたり、音楽再生したりするのはもちろん、毎日の予定の管理や、スマートフォームの操作も簡単にできますと。えー、ね、一番近い薬局はっていうことで、2キロ内に10件ありましたとか、そういうふうな、まあ,あ、スマホでできることなんだけど、スマホでもできることなんだけども、あのー、 まあ、音声でね、えー、そのままできるってことですよね。えー、それから、音楽も再生できる。まあ、これが、これ自体がスピーカーですんでね。えー、日々のいろんな場面で役に立ちますということで。えー、買い物リストに追加とか、明日の予定はとかね。これは、あの、Google の、まあ、Android のスマホに標準装備されてますけど、えー、っと、なんだっけ。<laughs> カレンダーとかね、そういうものと連携できるんですよね、これね、うん。で、ハンズフリーでエンターテインメントを楽しめますということで、あの、クロームキャストとね、えー、連携すると、あのー、クロームキャストをテレビにつなげるでしょ。で、この Google ホームに、えー、っとね、クロームキャストに連携できるから、あの YouTube のなんとかをこう、こう再生してとかっていうと、テレビにね、 その動画が再生されたりできるんですよね。あ、ちょっとあれだな。なんか、お、ちょっとこれ、あれですね。うん。おっぽりの A の、なんと言うんだろう。僕今これ映ってるから、そっちの方にフォーカスが持ってかれたりするな。これがちょっと、ちょっと微妙なところですね。お、は、っ、い、ポリの A のね、えー、動作検証も兼ねております。はい。 まあ、あの、Google ホームっていうのはだいたいそんなものですよ。で、もう一度。えー、じゃあ、イオシスさんで、なんでこんなに安いのか。えー、もしかしてね、中古 B ランクとかって言ってるかもしれないけど、もしかしたらね、あんまり使ってないようなやつかもしれない。わかんないけどね。えー、僕、今イオシスで、C ランクだっけ中、B ランクだっけの、 スマホ買ったときに、明らかに未使用品来ましたんで、えー、これはわかんないですよ。ワンチャン、ワンちゃんなんかね、まあ未使用品とは言わないけど、うん、結構そういうのあったりしますんでね。で、なんで安いかっていうと、えっ、ー、とですね、Google のこの、よいしょ、Google ホーム、スマートホームっていうものが、よいしょ。 種類がいろいろありまして、Google Home ここに今、Google Home Google Home Mini とかってあるんだけど、今度ね、Google Nest Mini って言って新しい製品が出たりするんですよ。で、えー、っと、これ、Google Home と Google Home Mini っていうのがあるんだけど、その Google Home Mini の新しいバージョンが Google Nest Mini ってやつが出るんだけど、多分この Google Home にも新登場っていうこの新しいやつが今度、 どっかのタイミングで出ると思うんだけど、まあ世代が変わるからっていうことだと思うんですよ。なんで、えー、っと、まあこういうふうに安くなってると思うんだけど、あの、僕思ったんだけど、これでね、僕も、まあ、この Google Nest Mini がもう、もう直近でもうすぐ発売するんです。11月のね、10、10何日だっけな、14日だっけな、あの、22日だっけな。 すぐにはもう発売するんですよ。11月22日だっけな。えー、なんだけど、もう一回戻りますよ。あのね、発売するんだけど、多分このスマートフォーム自体のできることっていうのは、そんな変わんないと思うんですよ。えー、で、こっち、Google Nest Mini の方ちょっと見てみますけど、これあの、Google Home Mini と一緒で、このちっちゃいスピーカーみたいな形なんですよ。 であとはできることはね、えー、っと、多分マイクの性能がちょっと良くなったりとか、音がね、良くなったりとかはしてるんだけど、大体できること一緒のはずだから、で、まあ、ちっちゃいも、ちっちゃいの欲しいのはね、欲しい人はこっちの方がいいと思うんですけど、まあ、大体できること一緒なんで、えー、もし世代が変わっ要はスマホとかもそうですね、えー、できること、 が一緒でそれのもう少し性能がいいか悪いかっていうただそれだけの話なのでうーん、これはいいんじゃないのうん。ということでね、これ、まあこれ買えばね、いいはいいと思いますけどまあ普通に考えると YouTuber 的に言うとこの新しいものを発売日に買って、えー、レビューするのでいいと思うんだけども僕はですね よいしょ。こっちか。その前の Google Home m i ミニじゃなくて、この Google Home か。こっちでも全然大丈夫っていうか、これ使ったことなかったから、まあ、その Amazon の、まあ、スマートスピーカーと比べたりもしたいなと思って、ちょっとこれに目をつけました。はい。えー、ということでですね、僕、もうすでに、 と、ポチりまして、おとといだっけな、3日前ぐらいにポチって、もう昨日、実はもう届いてます。はい。で、本当は昨日その動画を出そうと思ったんだけど、寝ちゃったから、あのー、あれなんだけど、まあ、今日の夜か明日か動画出しますので、Google ホームね。まあ、他の YouTuber の方も Google ホームの動画出してるから、それなんか検索して、 え何これ面白そうだなっていう方は、まあ、ちょっと検索してみてみてね、よかったらこれ購入されるのもいいかなと思います。で、実際これ2980円って書いてあるんだけど、カートに入れるっていうふうに入れると、あのー、実際はね、送料もかかっちゃうんで、えっと、これ、はい、2980円と640円送料足して3620円が、これがあの全体の金額なので、この金額で、 また判断してください。で、こっちのね、Google ホームじゃなくて、スマートホームで、さっき言ってた、その、Google ホームじゃなくて、Google Nest Mini っていうやつがね、これ新しく出るんだけど、これね、6050円なんですよ。えっ、ー、と、今予約購入ってことで、まだ、まだ発売してないんだけど、これは、えー これ、送料込みじゃなかったかな、確か。で、あのー、これ、Google ストアでね、選択できるんだけど、Google ーじゃなくても、お近くの、あのー、お近くのね、電気屋さん、カネリオン店で売るから、あの普通に買えるはずなんですよ。で、それが多分同じ6050円だと思うんで、さっきの3600円と比べると、まあ、あんま変わんないんだけど、 えっと、そもそも、そもそもですよ。ここのスマートフォームの戻りますけど、あのー、これ、これが元々の、これネストミニか。これ、これネストミニだね。あのね、元々、出ないな。ネストミニじゃなくてスマートフォームの、あ、これ出た。元々このグーグルホームあるでしょ。今やってるやつね。 これ、金額がこれなんですよ。1万5400円なんですよ。高いやつなんですよ。なもんで、それが3640円ぐらいだから、これいいんじゃないっていうね。一応そん、そういうような感じで、だからお得ですよと。で、できることも一緒だし、で、確かスピーカーはもともと結構いいやつだったと思いますので、はい。ちょっとこれ見にくいな。反射してきた。はい。 というような感じで、えー、お送りしてまいりました。あのー、ちょっと話が長くなっちゃいますけど、まああの、そんな感じで、えー、もしね、えー、ご興味があれば、えー、イオシスさんで検索されてね、えー、ちょっと、あ、間違えた。イオシスで検索されて、えー、ちょっとね、えー、見てみてください。はい、ということで、出先で、これあの、よいしょ、ほら。 これ車の中で撮ってるんだけど、出先で、えー、簡単に撮ってみました。意気見のお得情報でした。はい、この動画参考になりましたら、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで、ではまた。